好，我们来看一下绘画文。李先生说：“こんにちは。”こんにちは。李先生说：“昨日の日曜日は。”昨天，也就是星期天，这个 no 是同位语的意思，不是的啊。とても非常いい，就是天气，非常好的天气。でした，过去式ね表示感叹。再读一次。昨日の日曜日はとてもいい天気でしたね。ええ、是啊。あんなに、副词、素晴らしい、极好的。天気は、那么好的天气。素晴らしいですね。真是非常的罕见。ええ、あんなに素晴らしい天気は珍しいですね。木村さんは昨日、どこかへ出かけましたか？那木村昨天去哪儿了没有呢？はい、出かけました。是的，我出去了。どこへ行きましたか？具体问到说，那你去哪儿了呢？好，我们再读一次。どこへ行きましたか？回答说，日本国家のロさんと一緒に和日语专业的女同学一起、ホトへ行きました。去了浦东。日本国家のロさんと一緒に、ホトへ行きました。バスで行きましたか？是坐巴士去的吗？バスで行きましたか？いいえ、地下鉄で行きました。我是坐地铁去的。ホトで、在浦东買い物をしましたか？那在浦东买东西了吗？ええ、是的。買い物をしました。好、我们把这两段读一下。坐巴士去的吗？バスで行きましたか？いいえ、地下鉄で行きました。ホトで買い物をしましたか？ええ、買い物をしました。何を買いましたか？过去疑问，那你买什么了？私はお茶など、茶等等を買いました。我买了茶之类的东西。再问，怎么读一次？何を買いましたか？私はお茶などを買いました。ロさんは、吕先生、文房具や食べ物を買いました。过去式、吕先生则买了文具和食品。ロさんは文房具や食べ物を買いました。下一句。どの、哪一个？で、どの店で、在哪家店子買いましたか？过去式、在家か、表疑问。在哪家店买的呢？第一ヤオハンデパートで買いました。是在第一八百伴百货公司买的。再读一次。どの店で買いましたか？第一ヤオハンデパートで買いました。ああ、这样啊。あそこは、那里。大きい、形容词直接修饰名词。大きいデパートですね。感叹。那儿是一个非常大的百货公司呢。はい、是的。あそこは大きいデパートです。是一家很大型的百货公司。继续问。品物の値段は高いですか？物品的价格贵吗？下面。いいえ、あまり高くありません。不大贵。那形容词把"いい"改为"く"加"ありません"表否定。好，我们再读一次。物品的价格贵吗？不大贵。品物の値段は高いですか？いいえ、あまり高くありません。他具体问到お茶は、茶。一箱いくらですか？茶叶一盒多少钱呢？92。92元、7角です。是92.7元。好，我们来再看到下一段。本当に、真的、安いですね。感叹、非常的便宜呢。日本では、いくら、多少钱、ぐらい、左右、ですか？疑问。日本では、いくらぐらいですか？那在日本要多少钱呢？2,850円くらいです。2,850日元左右。そうですか。是这样啊。それから、然后、どこへ行きましたか？
然后你们去哪儿了？そうですか。それからどこへ行きましたか？それから然后国際空港まで到国际机场ニリアモーターカーに乗りました。我们坐了磁悬浮力车。そして然后レストラン大海亭で二人で食事をしました。然后呢，我们在一家叫做殷海亭的西餐厅，这个地方で是在，二人で是两个人表范围，我们两个人一起呢，在一家殷海亭的西餐厅吃饭了。好，我们再读一次。そしてレストラン大海亭で二人で食事をしました。どんな是什么样的？它是一个连体词，直接修饰名词。どんなもの，什么样的东西？を食べましたか？你吃了什么样的食品呢？回答：ロさんはラーメンを食べました。吕先生吃了拉面。私はチャーハンを食べました。我吃了这个炒饭。再读一次。ロさんはラーメンを食べました。私はチャーハンを食べました。お酒も飲みましたか？这个地方是用も来代替宾语的お，表示并列提示说，那也喝了酒吗？いいえ、お酒は飲みませんでした。那既然用过去式来问你，那就要用过去式来回答。那没有的话，就要用过去否定。酒的话，我倒没喝。那这里的话呢，是用宾格助词お的。但是呢，哇代替了那个哦，因为在这里是表示对比，说啊酒我倒是没喝。あそこの那儿的料理は料理美味しいですか？那儿的饭菜怎么样呢？あそこの料理は美味しいですか？いいえ、あそこの料理は那里的饭菜あまり不怎么美味しくありません。美味しい的话是好吃。おいしくありません是不好吃，前面加一个あまり，不大好吃。いいえ、あそこの料理はあまりおいしくありません。最后一句，食事の後，刚刚提过了，第二遍了已经是名词加上の後，表示做完什么之后。どこか哪儿不确定，え表方向。行きましたか？那吃完饭之后去哪儿了呢？食事の後どこかへ行きましたか？好，我们来看一下。え、公園へ行きました。去了公园。そこで、在那里、30分くらい、30分钟左右、散歩しました。在那里散了30分钟的步左右。来读一下。え、公園へ行きました。そこで、30分くらい散歩しました。小李说、世紀公園は、在这个世紀公園、歩道で、在浦东，一番是最最大きい公園ですね，是这个浦东最大的公园呢。え、是的。しかし、あまり静かではありません。静か是形容动词，加です表肯定，加ではありません表否定，前面加あまり表示不大安静。是的呀，可是不大安静。え、しかし、あまり静かではありません。その後、在那之后、何をしましたか？你做什么了呢？その後、エレベーターで搭乘这个直升梯、東方明珠テレビ塔の東方明珠電視塔的展望台に登りました。登りました是登上了。好，哪里呢？東方明珠電視塔的瞭望台。再读一次。その後、エレベーターで東方明珠テレビ塔の展望台に登りました。そこから、从那里、这个那里指的就是这个東方明珠電視塔的瞭望台。从那里呢、可以看到、江浦江の黄浦江的美しい景色、美丽的景色、可以直接修饰名詞を眺めました。欣赏到。好、这第一次。そこから、江浦江の美しい景色を眺めました。それから、然后、浦東の映画館で、然后在浦東の電影院、とても
面白い映画を見ました。然后看了一场非常有趣的电影。それから、ほとんど映画館でとても面白い映画を見ました。好，下一句。そうですか。是这样啊。复合一下。どんな什么样的电影でしたか？因为是已经过去了，所以问他用过去式。那看的是一部什么样的电影呢？或者是什么电影呢？中国の映画，中国的电影，新西游记でした。因为是过去式的疑问句来问你，所以你回答也是用过去式。我看的是一部中国的电影，叫《新西游记》。李さんはもう見ましたか？那这个もう加上ました是表示对于你现在的这个东西或者工作或者是那样的内容是否已经完成，是问现在的情况。李さんはもう見ましたか？意思是小李，那你看过了吗？如果被这种方式来问话的时候，如果是肯定的，就要用什么什么ました，用过去式；如果还没，我们就用まだ就好了。まだ表示还没。いいえ、まだです，还没看呢。長いですか？这个片子长吗？好，回答是いいえ、長くありません。形容词把い改为く加ありません，表示否定，不大长。一時間半，一个半小时。ぐらいです，大约一个半小时左右。好，我们再读一次。長いですか？いいえ、長くありません。一時間半ぐらいです。接着问、何時頃？几点钟左右？大学に帰りましたか？几点左右回到大学的呢？表方向和目的点。六時頃、六点钟左右帰りました。好，我们再读一次。何時頃？大学に帰りましたか？六時頃帰りました。夜は晚上何をしましたか？那晚上做什么了呢？夜は晚上10時まで，直到晚上10点钟。中国語を復習しました。我一直复习汉语，复习到了晚上10点钟。夜10時まで中国語を復習しました。木村さんは、那木村先生、本当に真的是勉強家ですね。你真是一个拼命三郎。好，再来一次。木村さんは本当に勉強家ですね。いいえ、まだまだです。哎呀，那我还差得远呢，还没有呢。好，那我们的这个绘画和前文的部分就讲到这里了。